早く寝ないかな。カリンちゃんどうしたんだよね。いやさ、スタッフさんが寝てくれたらさ、カリの寝床ができるんだよ。カリンちゃん全然わからない、どういうこと。いや、カリの寝床、あそこ。ああ、スタッフさんの足の間。そう、あそこカリのお気に入り。じゃあカリンちゃん今行ったらいいんじゃないの。いや、チャイちゃん分かってないな。スタッフさんが起きてる時に足の間に行くと、足でもみもみされちゃうんだよ。あー、分かる。だからスタッフさんが寝た時に行く、これおすすめ。カーリちゃん、でもスタッフさんが寝てる時に足の間に行ったら、かかと落としされることない。そんなことないよ。チャイちゃんあるの。何度もある。チャイちゃんよく無事だったね。そうか、チャイちゃんスタッフさんのかかと落としを食らっても、チャイちゃんデブだから、そのでかい巨漢のお腹でスタッフさんのかかと落としをトランポリンのように弾き返したんだ。それがね、その時たまたまふわふわのパジャーマを着てたから、スタッフさんのかかと落としがトランポリンのように弾いたの。ほぼ当たってた。あ、カリンちゃんスタッフさん寝るかも。え、やっと携帯置いた。いよいよ寝るぞ。よし、よし、行った。いつもの寝る体勢だ。お、どうした？お、嘘だろ。今から本読み出したよ。カリンちゃん、沈没。あそこの間が気持ちいいんだよな。もじゃもじゃだけど程よくフィットしてさ。もじゃもじゃだけどスタッフさんの足が枕にもなるし。もじゃもじゃだけど足が疲れてる時は乗っけられるし。あ、カリンちゃんスタッフさん寝たかも。うさ、ほんとだ、本をアイマスクにして寝てる。足の開き具合はどうだ。いいね、カリフィットできるね。お、おお、あぶね、カリあそこで寝てたらかかと落とし食らってた。うん、危なかったよね。よし、今日はここで寝るとするか。撮影始まるまでにお洋服ケアさせてもらうよね。チャイちゃん、さっきスタイリストさんにやってもらったんじゃないの。これはちょっと毛並みに癖があるから、チャイがやらないとダメなの。せっかくスタイリストさんにブラッシングしてもらったのに。そうなんだけど、撮影の時はやっぱ少しでも綺麗に写りたいの。まあ気持ちはわかるけどね。終わった。終了です。もう撮影なのに緊張感ないな。